こじょ、アンゴロです。今回は9月4日に公開されたリンクの新しいホワイトペーパーを検証します。リンクとはですね、LINE が開発している暗号資産です。LINE は日本で一番人気のある SNS です。スマホを買ったら、まずは LINE をインストールというくらい人気のあるアプリです。スタンプを使ったチャットのやり取りが楽しく、インターネットで無料通話ができることを売りに日本でのシェアを伸ばしました。その LINE が2018年にブロックチェーンを使った新しい経済圏の LINE トークンエコノミーの開発を発表して話題になりました。LINE トークンエコノミーの特徴は、サービス提供者だけでなくサービス利用者もコインを受け取れるようにして全体で付加価値を共有する経済圏であることです。その経済圏で使われる通貨がリンク。そして2019年9月4日にリンクの新しいホワイトペーパーが公開されました。旧バージョンは2018年11月に公開されたバージョン 1.3 で、新バージョンは 2.0 です。久しぶりの更新ですね。では 2.0 で目に留まった内容を説明します。まずこの記述ですと、要約すると、リンクネットワークは LINE に組み込まれ、 LINE サービスのプラットフォームとして機能し、トークンエコノミーを加速する。コインのリンクは世界中のユーザーが日常生活で使う LINE サービスにシームレスに組み込まれる。この図が追加されました。ドン。 LINE がブロックチェーンとつながっていることがわかります。次の記載、ドン。要約すると、リンクフレームワークで作ったアプリは従来のアプリと同じレベルのユーザーエクスペリエンスを目的としている。そのためユーザーはアプリがブロックチェーンで実行されていることに気づかないでしょう。さらにユーザーのウォレットを LINE アカウントに一致させることで、ユーザーは自分で秘密鍵を管理する必要がありません。ユーザーエクスペリエンスとはですね、使いやすいとか分かりやすいとかのユーザーの体験のことを言います。つまり LINE のアプリもブロックチェーンを使うようになり、LINE サービス全般でリンクのコインが使われるようになります。さらに秘密鍵などの難しいことはなしで、ブロックチェーンを使っていることに気がつかないくらい簡単にトークンエコノミーに参加できるようになるそうです。期待。次にリンクの使われ方について、バージョン 1.3 ではこのように記載されていました。ドン。サービス提供者は開発したアプリを LINE のブロックチェーンに載せるとリンクがもらえます。そしてサービス提供者はアプリを通じてユーザーとリンクをやり取りします。例えばサービス提供者が景品としてリンクをユーザーにプレゼントしたり、ユーザーがリンクを使ってアイテムを購入したりとかです。リンクは取引所で法定通貨に変えれます。 2.0 で図がこうなりました。ドン。仕様は変更されていませんが、一つ明らかになったのはネットワーク使用料をブロックチェーンに支払う流れが追記されたことです。イーサリアムのガス代のようなイメージかな。次のズッドン。リンクのブロックチェーンはルートチェーンに複数のリーフチェーンを接続する構成にすることで、スケーラビリティ問題に対応します。スケーラビリティは処理の増加に対応できる能力のことです。アプリごとにリーフチェーンが割り当てられて、アプリは自分のチェーンでトランザクションを実行することで、処理が増加しても他のアプリの処理に影響を及ぼさないようになります。以上が 2.0 のホワイトペーパーで目に留まった内容です。気になるのは、リンクはステーブルコインになる可能性があるのかですが、それについてはホワイトペーパーには記載されていませんでした。ステーブルコインとはですね、価格変動が小さいコインのことを言います。ステーブルコインになる可能性がある理由をおさらいします。この3つを覚えてください。ドン。 LINE ポイント、リンク、リンクポイント。 LINE ポイントは LINE で1ポイント1円で利用できるポイントです。例えば LINE ゲームのアイテムや LINE スタンプを LINE ポイントで買えます。リンクは暗号資産です。リンクポイントは日本人向けのポイントです。
規制によって日本人はリンクを変えないので、その代わりにリンクポイントが用意されました。アプリでリンクポイントを稼ぐことができて、1リンクポイントを500ラインポイントに換金できます。つまり1リンクポイントは500円の価値があるということです。もしリンクも1枚500円分のラインサービスを利用できるようになるなら、リンクの適正価格は500円になります。これがステーブルコインの可能性がある理由です。つまり LINE サービスでのリンクの扱いがリンクの価格に影響を及ぼします。これはリンクの週足跡です。2018年10月の上場初値は5ドル、2019年6月に LINE の取引所が日本にオープンするニュースで価格を上げて高値 12.99ドルをつけました。その後価格を 5.21 ドルまで下げて、現在価格は 6.52 ドル。日本円にして698円。LINE は現在金融庁に仮想通貨交換業の申請中で、許可されればビットマックスという取引所がオープンします。ビットマックスにはリンクが上場するそうなので、日本人もリンクを購入することができるようになります。そこでトレードの作戦は、LINE サービスでのリンクの価値に関する仕様が公開されないかをチェックしながら、ビットマックスのオープンに備えるのでどうでしょう。以上、リンクの新しいホワイトペーパーについてでした。リンク。リンク。それでは聞いてください。ラルク・アンシエルのリンク。たとえ遥か遠く離れ離れになっても、つながり合う思い、いたずらな運命へ降りかかろうとも壊れやしない。